祝、バージョン 1.57 実装。前回のアプデから3ヶ月ぶりね。今回のアプデの日本機の目玉はなんといってもこの、錦飛行艇、の予定でしたが、残念ながら諸事情で延期みたいね。本当に残念すぎるぜ。だがきっと次回で実装してくれると信じて、今回は烈風に乗っていくぜ。それじゃあ元気にやっていくぜ。今回もモードはリアリスティック、マップはノモンハンね。そういえばレシプロ機に乗るのは久しぶりね。今までずっとジェット機だったり、戦車ばっかりだったからな、エイム力が落ちてないといいが。落ちるほどのエイム力なんて持ってたかし。さあ今回乗っていくのは大日本帝国海軍所属の戦闘機、烈風11型だぜ。ゼロ戦の後継機と称されて、実戦配備にはならなかった有名な機体ね。この機体もなかなかに不幸な運命を辿ってる機体だぜ。興味のある人はぜひ調べてみるといいぜ。まず武装は翼内に3式 13mm が2門、99式 20mm が2門の計4門だぜ。13.2mm の方は各300発の計600発、20mm は各200発の計400発になってるぜ。ゼロ戦の時よりも高火力で弾持ちもいいわね。でも烈風11型は 20mm4 門じゃないの ?20mm4 門の方は完成する前に終戦になったらしい。で、エンジンはウォーサンダー内では神殿と同じ2200馬力の波43を使用。おかげで最高速度626キロ、旋回速度19秒、上昇速度 16.7 になってるぜ。これでバトルレーティングはアーケードで 3.7、リアリスティック、シミュレーターで 4.0 になってるぜ。え、ちょっと待って、アーケードの 3.7 ってゼロ戦21型と同じじゃない？それに52型なんて 4.7、リアリスティックに至っては 5.0 よ。まさかそんなに性能が悪いの？この烈風は、52型のバトルレーティングが高いだけだと私は信じてるが、どうやら外人は烈風はこのバトルレーティングが適正だと判断したらしい。じゃあよく言われる烈風は高い最高速度、高い上昇力っていうのは何だったの？残念ながらその言葉の前にゼロ戦よりはが入るな。つまりこのランク全体として見ると烈風は？まあ特別速くもなく登るわけでもないな。だがもちろん欠点だけじゃないぜ。まず烈風は高速時の火事の引きがすこぶるいいな。少なくとも雷電よりはいいと私は感じた。さらに限界速度が高いところも長所だな。800キロぐらいまでは耐える気がする。なんか聞いてる限りだと一撃離脱向けなの？烈風はその通り、ゼロ戦の再来という言葉に惑わされちゃダメなんだぜ。こいつはゼロの後継機であって再来ではないと私も感じたな。じゃあ曲がらないの？600キロとかだとびっくりするくらい曲がる。じゃあゼロの再来が300キロ台になると曲がりにくくなってくる。低速時の旋回性能は終わってるから気をつけるんだぜ。500キロ以下で曲がるときはフラップを出すのを忘れずにな。烈風のフラップは520キロぐらいまでなら壊れなかったはず。あとは前述したように高火力と高い継戦能力が烈風の長所だな。逆に欠点は、まず低速度時の旋回性が悪いことと、機銃が全部翼内にあるから当てるのに慣れないといけないのと、機体が大きい分被弾にものすごく弱いからヘッドオンは絶対避けるんだぜ。まあ、リサはゼロの時でもヘッドオンはしてたけど烈風はダメなの？冗談抜きでやめた方がいいな。本当にどうしようもない時は仕方がないがな。それと烈風はエネルギー保持率が悪いから縦旋回やインメルマンターンはあまりしないようにな。総括すると、迂回上昇していた高度を慎重に使える人にはものすごく向いた機体だな。ハヤブサや正気や雷電ほど登らないしエネルギー保持率は悪いけど、その分火力や継戦能力があるからそこをどう生かすかが重要なのね。まあ、リサ的には使ってみてどうなの？案外悪くなかったぜ。最近は神殿に集水、喫火と弾が少ない機体ばっかりだったからな。継戦能力が高いっていうのはいいぜ。日本セイバーは？あれは弾数がどうとかいう以前に性能差の問題だったしな。多少問題がある機体とはいえ私の中では珍しくキルレが 1.0 超えの機体だしいいんだが。が？いかんせんものすごく動画化しづらい機体で困る。え、今まで一撃離脱の機体なんていくらでも取ってきたでしょ？まずマッチングする戦場が大体サイパン、ニューギニア、ノモンハン、低州の4つだ。サイパンは試合自体にはカツガスピットやマスタングが高高度にいて真っ先に烈風を狙ってきて、泥沼試合になってしまうことが多いな私の場合。まあそこは関西機は若干不利だものね。ニューギニアの場合は大体迂回上昇して1キルしてる間に味方が優秀で試合が終わるな。あとは対ソ連戦だが奴らのヤークトリーシリーズがやばい。奴らには一撃離脱がしづらい、個人的に。つまり何が言いたいの？今回ほとんど一撃離脱してないし成功してないけど許して。結果次第よね。まあ一撃離脱の動画なんか他にも上手な人いっぱいいるしそっちを参考にするといいぜ。というかこの11型の烈風の動画も少なくない？あさって見て見つけたのは大体課金機体の方の烈風ばっかりだったし、あっちの方が人気あるのか？もしくは使いやすいのか？逆にこの11型の方が使いにくいのか？3機が爆撃機に向かってるわね。まあハヤブサだからすぐに高高度に戻ってこれるからいいんだが、烈風であの高度の爆撃機に構うのは避けた方がいいぜ。そういえば烈風はウォーサンダーでは機体外れの機体だったって感想をよく見るじゃない？まあ気持ちはわからんでもないが、マリサは期待してなかったの？所詮実戦配備されてなかった機体だからな、それなりの理由があると思ってはいたな。じゃあ逆にマリサが熱望してる五式戦とかはどうなるのかしらね。どうなるんだろうな。
あれも人によって評価は変わるし、言ってしまえば三式船に別のエンジンをつけたらうまくいったみたいなものだからな。三式旋回みたいなものかしら。私も詳しいわけじゃないが過剰な期待はせずに待ってるぜ。高度4500とだいぶ登ったけどまだ登るの？まあそろそろマップ中央に向かうか。というか敵ももういたしな。ハヤブサとヤークトリー、キングコブラが交戦中ね。こっちに向かってくる様子はなさそうね。そうね。だいぶ。チラッとラボ機器も映ってたわね。3機もハヤブサに向かってるのか。あれ、ヤークトリーに行かないのね。ハヤブサなら大丈夫だろ。嘘だろ、一発も当たらないとか。いつものことだしもう慣れたわ。というか思いっきり縦旋回してますけど。あんなの状況によりけりなんだぜ。行くぜヤークトリー。ハヤブサの後ろは外せたし OK だな。あとはガバエイムさえなければ。良くない基準のせいですねこれは。いや当たるときはほんと当たるんだがな。ダメみたいですね。良くないなのが悪いにゃ。くるくる回ってるけど大丈夫なの？速度的にもこれが最後の旋回だな。お？よし燃やした。マリサにしては珍しいわね。燃えてからも撃つなんて、奴ら結構な確率で消化しやがるからな。熱風はどうなの？雷電よりは消化率は高いが所詮日本機なんでお察し。ラボ機器がミッドポリカルボフが一機か。一機こっち来てるわよ。回避。旋回はせずにポリカルボフに行くぜ。というか基本熱風は旋回線は厳禁のはずよね。基本はな。しかしかなり機種が重そうね。これも熱風の特徴の一つだな。ポリカルボフ撃墜。そのままラボ機器に行くぜ。フラッグ展開。また燃えた。ラボ機器撃墜。あとはもう一機のラボ機器ね。ハヤブサなら勝つだろ。またこっちに来るわよ。マジか、回避。おう。大丈夫なのこれ。やられたのは酔ったんだけど、ラダーもエレベーターも無事だしなんとかなる。味方のハヤブサは完璧に後ろを取ってるわね。あれならもう基地に帰るだけで終わりそうだな。じゃあ基地に帰るまで倍速倍速。まあ基地に帰りながらまとめるとだな。本当に烈風は一撃離脱を主にするんだぜ。格闘戦史上主義はそろそろ卒業できるようにしとかないと、この後の日本キツリーは苦労することになるわね。というかマリサは今回格闘戦しかやってないけど、ぶっちゃけると烈風で一撃離脱してると時間がかかる。ダイブして元の高度に戻ってを繰り返すとカットの連続になるからな。さあ基地に帰ってきたわよ。さすがに速度は出しすぎだしバランスがガガ。あらうまくいったわね。動画のうちに使えると思って最後まで見てたのに。神殿の失敗は二度と繰り返さぬ。というわけでここまで烈風を使ってみたわけだが、この機体は合わない人には合わない機体だから無理せず早手を使うといいんだぜ。少しバトルレーティングが上がるけどね。正直キッカみたいに相手乗る機体だしな。アーケードだとダメだった君もリアリスティックでなら烈風を使いこなせるかもしれない。ぜひリアリスティックモードにカモン。そういえばアーケードでの烈風の評価はマリサ的にどうなの？このランクならまだ低空クルクルしてる人が多いから、それに混ざらず一撃離脱を徹底すれば十分キルは取れるぜ。ただ高高度スピッドどもに取られるとちと厳しくなるがな。まあそれはどの機体でも一緒だと思うけれど。というわけで無事勝利。そういえば最後に一つ言い忘れてたな。この烈風はリワードが同ランクの機体に比べていい方だからシルバーライオン目的で乗るのもてだぜ。そういえばいつの間にかシルバーライオンが回復してたわね。ルーレットで100万シルバーライオンが当たったのもあるが比較的稼ぎやすいぜ。3機撃墜、非撃墜例で1位ね。あれ、今回実装された機83の開発は終わったの？烈風乗ってたらすぐ終わったぜ。
じゃあ今回もこの辺りで。